Entertainment's Professional Wrestling.12月15日、ここお台場フジテレビに前女の主力6選手が共同の入場を果たします。さて始まりました全日本女子プロレス中継、まあ、いつもですとですね前女の試合の模様などをお伝えしていくわけですが、今宵は今年最後というか、スペシャルでお届けしてまいります。はい、皆さんをお迎えして、しかも生放送で前女の1年を振り返ってみたいと思います。そしていつもの実況で今日は三宅さんも塩野さんも長坂さんもおりません。私一人しかおりません。森しかおりません。改めて私の方から選手の方を紹介してまいりましょう。まずは 3WA 世界シングルチャンピオン、そしてユートックスのリーダーです、堀田由美子選手。イエーイ、堀田トヨタマナミ選手、オールパシフィックチャンピオン井上、うるさいですオールパシフィックチャンピオン井上貴子選手、ジャパングランプリ97位優勝伊藤薫選手、パワーあふれるニューリーダー渡辺智子選手、そして新世代の核弾頭です、ハードキッカーの前川久美子選手です。さあそしてですね、もう相当うるさいですけども、今宵はゲストの皆さんにお越しいただきました。まずはお一人ずつ前女の魅力っていうのを聞いてみましょうか。まずはダチョウさんからどうですか。まあ、前女の魅力っていうのはこれですよ。いやもうすごいですからね。まあとにかく全女とダチョウ倶楽部っていうのはもうライバルになりますから、もういつも戦っても負けてますよ。切っても切れないやつだからね、我々芸人はね。そういうことですね。それより頭くんのはね、誰かでかいデブがねいきなり立ち位置間違えて、はい、わかりました。ムカつくっちゅうの。それではちゃんとやれっちゅうの。パンチさんいかがですか。ほんとすいませんでした。ビルちゃんちゃんと考えろ。はいはい、まとめました。パンチさんどうですか、魅力は。全女の魅力ですね。やっぱりこの素敵な彼女たちが、もう30分というこの時間の中でもう考えられない技を次から次へ出してくれる。そうですよね、男子プロレスが上じゃないかと思うわ。じゃあ風間ちゃんからいいですか。はい、私はあのお話しする方が先だったんですよ。お話を選手とお話ししてから試合を拝見したんですけど、もう女の方ならではの柔軟さとですね、華麗さ、そうですよね、ちょっといいこと言ってますよね。よろしくお願いします。松村さんいかがですか。僕はね、電女というよりね、タカコちゃんです。もう井上タカコちゃん、さっきこの写真集でね、あの本当ポジオールでトイレでお世話になりました。はい、今度新しいピンクブルーもよろしく。というわけでですね、早速今年の上半期、まずは今年は本当にいろんなことがあったわけなんですけども、早速激動の今年1年を VTR で振り返ってみましょう。はい、まずは、上半期からテイクオフ。ここには今日はゲストチャレンジャーたちが来ています。対戦相手がいらっしゃいますから。そうですね、せっかくですから。対戦相手が立ち上がってますもん。早速プロだから行きますか。俺と松村の目を交互に見に行きます。大丈夫決まってるみたいじゃん。じゃあもうバンバン行こうか。誰から行きますよ。例えばどうですか。じゃあ前川さんの。イエーイ、カラッパー。カラッパー、手加減できない技なんで、一つあのこの先のタレント性でその他をいろいろ考慮しつつ、ダチョウ倶楽部上島さんが前川久美子のバカと落としを今を。
大丈夫？殺すか！ガラつけろ！今素人だよ！はい、じゃあもう次今めっちゃ来た。じゃあ、もう、じゃあ松村からどうぞ。じゃあ僕も、はい。いや、この肉体はもうあれでしょ、はい、この肉体はヒットスタンプでしょ。伊藤選手にやられますか、はい、伊藤選手やられますか、あと高子ちゃんにも技かけてもらいますか、はい、それを条件ならやります、時間がないんだから、はい、これはもう違う違う仰向けだよ、これはボディですよさあ、まあ、これはもう言ってください、はい、ガツンと言ってください、松村さんの波打つそのボディにガスが用意されております、伊藤薫選手ミスを用意いたしました、ちゃんと押さえといてね、ちゃんと伊藤さんが押さえてしのぶいたら伊藤薫のミスを取ったや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 ったこれは衝撃めちゃくちゃそれは怒るでしょう、高子ちゃんに技をかけてもらっていいですか、高子ちゃん、高子ちゃん、高子ちゃん、もうこれは希望であります、松村さん、高子さんにはかけてもらいたい、喜びの一瞬、こんな中許されていいのか、偉いかったじゃあもうね、先ほど前から実況していただいてますが、もう森アナウンサーに一つ、いやいやあの豊田真奈美選手、いや俺はいいです、俺はいいです、はい、皆さん、東洋館、はい、東洋館、東洋館、はい、東洋館、東洋館、はい、東洋館、はい、東洋館、俺はいいって、俺はいいって、東洋館、本当になんで、俺は行っていただけない、よし、実況的に飛んでくる、なんで三宅さんと長さんが担当しようか、97、下半期ダイジェスト、CM の後じっくりと振り返っていきましょう、はい、ということでございましたが、はい、今度はですね、トヨタ選手、堀田選手、そして渡辺選手のベストバウト、どの試合をチョイスされましたか、じゃあ、あのトヨタ選手、私はあの8月20日のアジャコング選手との、うん、あアジャコング選手の走行試合、はい、その辺の理由も含めて、はい、理由はそうですね、まあ長引きそうですか堀田選手はどうでしょう、はい、私はあの8月20日の 3AA の、はいはい、そうですね、強固の戦いです、はいはい、じゃあ渡辺選手は、私は今話した要の試合を、はい、もうやっぱり今下半期の総集編に出てったビデオというのはみんなやっぱりね心に残る試合だったんですね、はい、じゃあ早速 VTR に参りましょう、はい、下半期からはこの3試合 Take a look、 さあこれでですねちょっとこれはアジャコング選手が、私たちが見ることができました、うん、しかしまたリフトの中で最後のトヨタさんですね、最後のシーンですね、でもあの実機もすごいよ、でもこれあのトヨタ選手後日談で聞いたんだけど、やっぱ1分でも長く試合しすぎたかったっていうような、そうですね、これはちゃんと入ってますからね、ちゃんと語ってください、はい、すごい、アジャさんとかこうバラエティで活躍なさることもあったりするじゃないですか、こういう試合の表情ってのはまた全然違いますよね、アジャは今一番強いんじゃないですか、やっぱりバラエティで一緒になるアジャさんとは違いますか、違いますよ、このパワー、じゃあよっしゃ、そこに命中ダメです、またショーが強いな、あれ裏剣食らったらどんな感じなんですか、頭クラクラって思います、頭か、記憶がなくなるでもこの時は本当ね、決して真似はしないでください、頑張りましたね、本当トヨタ選手ね